先に生まれた子とやっぱり1週間以上差があるんで。絶滅危惧種の動物でもありますので、まあ、そういった動物のヒナを、まあ、見れるっていう機会は、あまりないので、こういった機会を、お客様に、まあ、ヒナたちを実際に見ていただいて、まあ、ライチョウという動物を知っていただいたりとか、あとはこの子たちの、まあ、生息環境だったり、そういった保全状況も含めて、考えていただきたいなとは思います。まだヒナらしい、柔らかい羽毛がまだ残っているので、そういった部分と、まあ、それも含めて、まあ、親との違い、成長との違いっていうのを、見ていただきたいなと思います。